京白子は、大韓民国院長広域出身のプロ野球選手。小学2年生の頃から野球を始め、高校時代には3年間で、通算打率、406、10本塁打、108打点を記録した。また、2015年には、公爵スカイドーム会場後発本塁打を記録した。投手と保守を兼任し、投手としては、最速時速153キロメートルを記録した。 2017年8月、中央日報主催の大統領杯高校野球大会において、ソウル高校を優勝に導き、大会 MVP に選出された。同年、第28回 U-18 野球ワールドカップに、韓国代表として出場し、打率、357、1本塁打8打点と活躍し、韓国を準優勝に導いた。2017年9月11日、 2018年久保新人二次ドラフトにおいて k t ウィーズより全体一位指名を受け入団した。KT では外野手でプレーしている。2018年3月24日開幕戦となる対キアタイガース戦に出場すると4打数1安打1本塁打を記録した。高卒新人野手が開幕戦で初本塁打を記録するのは久保リーグ史上初であった。 同年7月14日に、ウルサンモンジュ野球場で開催された、久保オールスターゲームにも出場し、ドリームオールスターチームの6番手投手として6回表に、登板。最速時速150キロメートルを記録しに、3回を無失点に抑えた。同年は138試合に出場し、打率、290、29本類打84打点で、久保リーグ新人王を獲得した。 2019年は116試合に出場し打率336、13本塁打65打点を記録した。また、9月29日に、水原 KT ウィズパークで行われたシーズン最終戦となるタイサムスンライオンズ戦にて、KT ウィズ入団後初めて投手として7回表から当番1イニングをムアンダム失点に抑え、 最速時速1 4 9トルを記録した。同年11月に開催された 2019WBSC プレミア12韓国代表に選出され通算5試合に出場。11月16日のスーパーラウンド日本戦ではに安打3打点を記録した。2020年は主に一塁を守り、自身初となるゴールデングラブ賞を受賞した。ありがとうございます。